大型大会でも勝ち始めてゴールドレベルを目標にしてるんですけど、はい、ゴールドレベルも決して非現実的ではなくなってきたと。さあお互い4、さあヘシキさんはどういったデッキでしょうか。はい、もう一丁振り直し。はい、ここはサイコロの転がし合いがねはい、また5。いや、お、はい、いくつ、いヘシキさんが先行っぽいですかね。そうですね、おそらく、おそらく。ヘシキさんの、ね、プレイマット的にパズルのかけら使うぞと。モダンはけどストームのストーム以外だとなかなか見かけないカードなので。さあ宇都宮先生ちょっとね土地が多そうでしたが、さあ宇都宮たくみ3対ヘシキ智弘さん、ザラストさん2018 4回戦モダンです。ヘシキさんはもうほぼ100点満点のドレッジのスタート。墓地に発掘カードを落としながら凶結機というダメージブロックもしっかり落として、じゃあお互いに似たようなデッキになるんでしょうか。そうですね、墓地を活用しているデッキ同士。確か宇都宮選手のレポートを読む限りでは、はい、メインボードに関しては、読みからの端がある分ちょっと有利と。お、素晴らしい。おお、すごい、すごい。復讐ズタが持っててきて殴ってます一ターン目にして。うーん、これもマリガンしたとは思えないですよね。オーバリスタもこれのためなら本望というばかりのね。さあロームを打って発掘で回収ですね。そうですね、宇都宮選手がブリッジバイン、ヘシキ選手が、ドレッジ発掘。これは 3-0 タクですかね、はい、ちょっと右下の成績がどうなんでしょうか。ハンドの再開。さあ2ディスカード3枚引いていきますと、さあもりもりと墓地を肥やしにかかります。すごいですね、もうこのターン7点で。すさまじいスピードを出してますね。もう残りが7。おお、素晴らしい。もう一気に攻勢をかけにいきますね。これでクリーチャー生贄に捧げられるようになったので、さらに橋を生かしつつ、はい、トークンを生成。ちょっとここでこれ以上スペルはもう手札にはなさそうですが、で先日も下だったんでここで燃焼か何かで場面を一掃できれば。今のところたら墓地にちょっと燃焼がなさそうなので、さあここで発掘していきます。お、しかし
ナルコメーバ。墓地から戻ってくるゾンビも。さあライフは17対7と。さあ盤面にクリーチャーを墓地から呼び戻していきます。さあこの時間を稼いでる間に逆転の準備を、さあ暗黒派さあここ宇都宮選手対応してもう1回クリーチャーを受けに捧げたりも考えられたんですがそうはせず。おお素晴らしい、ブロッカーを排除して2点ルーズ、これでぴったり足りますね。ブロッカーが1体しかいないんでツタを止めても5点抜けてぴったり。はい、集団的番号、番号多分持ってたんでもう盤面だけで勝ってるのが確定してたからサクったりしなかったんですね。さあでもお互いのその墓地からのわらわらとバニパーマネットでクリーチャーを並べる勢いすごいですね、やっぱりこのデッキは。まあただ宇都宮選手の今の勢いはすごかったですね。一ターン目からツタが一ターン目から殴りに来ちゃうんだもんな。クリーチャーが3体並んでましたからね。もうパトロール返してと言われてますけど、まあ、帰ってくることはなさそうですかね、この動き見るとちょっとないですね。ハカトロールはあいつはいかん、許されないということで。ハカトロールが帰ってきてすぐに安堵の再開っていうカードが出たんですけど、安堵の再開が結構良くなかったですね。あのカードも本当に強いんで。そうですね、ハカトロールは殴るプランも非常に強いですからね。さあ宇都宮選手のレポートをご覧いただければ分かるんですけど、はい、対戦相手の墓地対策っていうのは、まあ、こういうデッキは絶対意識しなきゃいけないんですけど、基本的に黒力戦がやっぱり最悪だと、はい、虚空の力戦ですか、虚空の力戦が最悪なんで、その場合はその対策カードである暗殺者の戦利品を4枚全力投入すると、まあ、見えてますね戦利品こちらです。まあ、相手のデッキから出てくるであろうパーマネント対策パーマネントにを想定して入れる枚数を決めるらしいですけどね。もうへしきさんの方はまあほぼほぼ国の力戦は入ってきて、もうお互いサイドインですね。で、英式さんもサイドイン取ってるのは見えたんで、もうまずは1ターン目が始まる前からそこで勝負の有利不利がまた、やっぱり片方だけは結構ゲームにならないですからね。まあ、もちろん、ドレッジ側にもそれを破壊するカードはあるんですけど、サイド後相手のデッキが分かった状態で2ゲーム目はどういう展開になるか。さあ宇都宮選手の方はサイドを終えて、へしき選手も、まあ、基本的にはお互いちょっと墓地にないと力を発揮しないようなカードを減らしたりとか、殴り合いに不向きなカードを減らしたりしているようですが、宇都宮選手側は強血鬼、はい、へしき選手は、ハイオル恐怖だったりを。結構こちらお互いは 3-0 なんですかね今のところ。
2-1 の可能性もありますね。なくもないと。これはまあ同型と言えるかどうか分かんないですけど、どっちが有利不利ってそもそもあるんですか。はい、宇都宮君曰くその読みからの端分ちょっと有利で、サイド後も相手の力戦さえ壊してしまえばその状態が維持されるので少し有利じゃないかと。いや僕自身はブリッジ前に何度か使って本当になかなかうまく使いこなせなかったんですけど、はい、やっぱこうやって熟練した人を見てると、マリガン判断とか本当に使い込んでないと難しいですからね。お互いゲーム始めていいですか、ダメですと仲良く、力戦を張り合って、さあ宇都宮たくみさん対平式智弘さんのザ・ラスト3、2018、4回戦2ゲーム目ですね。またちょっとこの状態でどっちがナチュラルに、ま、いわゆるゴミビートと言われる、はい、普通のクリーチャーで殴るプランもちょっとブリッジバインの方がいいのかなと。申請書を出していきます、なのでドレッジ側の方が力戦を絶対に割りたいところですね。もちろんブリッジバインも力戦がある状態でそこまで強烈には殴れないんですけど、さあもう次はどちらが先に割れるかみたいな、そういうゲームですね。さあ、ひしきさんはどういったプレーをしてくるか。2ターン目、はい、傲慢な申請師が宇都宮さんの場に出てます。進行なき物あさりで、ちょっと壊せないですかねこの感じだと。まだ触れるカードはなさそうか、もう今安藤の再開を捨てたんで、はい、破壊するカードを引きに行くんじゃなくて、ヘシキさんもクリーチャーを展開しようとしてるように見えますね。今手札にインプと、凝結器が見えたんで、そのあたりを展開してそれらのクリーチャーで殴り合っていこうかと。さあフェチで土地をサーチして、お互い緑が入っててそれで触ることができます。ドレッジ側は、自然の要求という1万のインスタントがあって、はい、ブリッジバイン側には暗殺者の戦利品。おーっとここで、宇都宮選手はもうほぼ完璧な手札だったんですね。力戦プラス相手の力戦を壊すカードが初手に。さあここから一気にゲームが傾くか。もうここから片方だけ墓地を存分に使えるわけですからね。さあ肥やしに行くぞ墓地を。あ、そして読みからの足強い、いいカードが落ちますね。さあ復讐ズタ、さらに、はい、一気に生き生きしてきました盤面が。これはまあゲームの縛りとしてはかなりきついですね。こちら側だけ墓地が使えないという、はい、おーさらに、はい、ここはもうゲームをやめて3本目に行こうかというところです。いや、決着です。さんが決着ついましたね。2本目ですね。まあ、やっぱり片方だけ墓地を使えるようになるともう無理ですよね。すごいですね。見事宇都宮拓海選手ブリッジバイン使い切って勝利しました。本当にもう
使い込んでますよね。うん、